もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。1964年のデビュー後、3枚目のシングル曲あんこ椿は恋の花でミリオンセラーを叩き出し、日本中にその名を轟かせた演歌歌手である宮古晴美さん。デビューから約60年経った今、なんと現在は家がなくホテル暮らしなのだそうです。それと同時に病気であるという噂が巷で囁かれています。表舞台から突如消えた宮古晴美さんの衝撃の現在をお調べしまとめました。また宮古晴美さんのこれまでの経歴などと合わせてご紹介いたします。宮古晴美さんは1948年京都に、父親は在日韓国人、母親が日本人のハーフとして生まれました。小学校の時から北村晴美の名で通い、中学校の卒業証書を手に取った時に初めて本名を知ったそうです。5歳の時から日本舞踊とバレエを習い、6歳から母親に浪曲と民謡を教えられたそうです。高校の時には歌手になりますと言って高校を中退したそうです。当時では考えられないその行動に宮古晴美さんの気合が感じられます。高校在学当時から歌ばかり歌って成績は良くなかったそうです。そんな宮古晴美さんが15歳の時の1963年に第14回コロンビア全国歌謡コンクールで見事優勝します。その翌年には困るのことよで念願の歌手デビューを果たします。そして同年に発売されたあんこ椿は恋の花がミリオンセラーになる大ヒットを記録し、第6回日本レコード大賞新人賞を獲得しています。宮古晴美さんの歌声は晴美節と呼ばれるうなり声のような力強い拳回しや波打つような深いビブラートが独特で、昭和40年代50年代にかけて数多くのヒット曲を生み、名実ともに日本を代表する女性演歌歌手と言われるようになりました。1976年には北の宿からで第18回日本レコード大賞、 FNS 歌謡祭最優秀グランプリなど数々の音楽大賞を受賞しました。しかしそんな人気実力ともに絶頂だった36歳の時に、普通のおばさんになりたいと突然の歌手引退を宣言します。その年の12月31日の NHK 紅白歌合戦が最後の出演となりました。そしてその年の紅白歌合戦は伝説となり、今も語り継がれています。その当時、数年前から視聴率が落ち、紅白歌合戦の人気が低迷していました。引退宣言をしている宮古晴美さんが大トリで夫婦坂を歌い切ると、会場は異例のアンコールが鳴り響き、昭和の名司会者である鈴木健二さんが、私に1分間時間をくださいとアドリブで進行し、紅白史上初のアンコールを演出しました。この名文句は当時の流行語にもなりました。この引退アナウンスの相乗効果もあり、同年の紅白は歴代4位となる視聴率 78.1% を記録しました。しかも宮古晴美さんが登場したシーンはなんと 84.4% というとてつもない数字を叩き出しました。伝説を残し引退した宮古晴美さんのその後は、恋人の中村和義さんと共にプロデュースハウス宮古を設立し、大和さくらさんやキムヨンジャさんをプロデュースする一方、テレビ朝日サンデープロジェクトなどの制作に携わっていました。しかし長年スポットライトを浴び続けてきた歌手がいきなり裏方に回ることには相当の決意と覚悟がいるものであり、そして周りが放っておくはずもありません。自然の流れというべきか、再び紅白の舞台に特別ゲストとして立ったのが、引退から5年後の1989年12月31日でした。この年は紅白歌合戦が始まってちょうど40年という節目であり、 NHK は一部二部制を敷き、一部の目玉として宮古晴美さんを引っ張り出しました。その一部の視聴率は 38.5% にとどまったものの、彼女が出演時の瞬間視聴率は 53.1% を記録し、再び低迷する紅白歌合戦に
瞬間的とはいえ神風を吹かせました。だがさすがに5年ぶりのカムバックとあってステージ上では緊張でガチガチだったそうです。しかしスタッフはこう語っています。本人曰く、あんこ椿は恋の花の1コーラス目でマイクを落としそうになり、落とさないようにぐっと握っていたため、歌い終わった時には左手の親指が動かなくなったのだと。よく映画なんかであるでしょ、拳銃を握った指が離れなくて一本ずつ指を剥がすシーンが、まさにあんな感じだったみたいでね。ただ歌の迫力は引退前と何ら変わらぬ素晴らしいものだった。文字通り晴海節健在といったところでしたよ。そして翌1990年には美空ひばりさんが亡くなったことがきっかけで歌手活動の完全復帰を発表し、従来の演歌にとらわれない幅広い作品を歌うようになっていきました。ところが2008年4月、公私にわたるパートナーだった中村和義さんが突然の死去を受け、個人事務所を畳み古巣のサンミュージックに戻ることになりました。その後も順調に活動を続けていましたが、2015年に翌年の単独コンサート活動を休業することを突然発表し、テレビ出演もしなくなりました。2016年に TBS ラジオ大沢優里の悠々ワイドにゲスト出演しましたが、これがメディアに登場した最後となり、以降表舞台から姿を消しました。そんな突然消えてしまった宮古晴美さんに対していろいろな噂が流れました。病気である、ボケてしまったなどの噂がささやかれていました。宮古晴美さんは2013年に急性咽頭炎及び急性気管支炎を発症し、入院もされていました。喉に違和感があることから診察を受けた結果病気が見つかったそうですが、この時は1週間ほどの入院で完治しているようです。それ以降大きな病気などの決定的な話はありません。どうやら病気やボケというのも露出が少ないからこそ出るデマである可能性が高いです。そして同じ演歌歌手として古くから親交がある小林幸子さんによると、私は連絡を取っています、東京から離れた場所で元気にしていますよとラジオで発言し、宮古晴美さんは今でも元気に生活していることを明言していました。そんな宮古晴美さんの気になる現在ですが、現在は元俳優の矢崎茂さんと東北地方のホテルで半同棲生活を送っているそうなのです。そんな衝撃的な報道をした記事にはこんな風に記されていました。小雨がそぼ降る昼下がりにお揃いの黒いレインコートを着た初老の男性と東北のビジネスホテルから出てきた宮古晴美さん、一緒にいたのは元俳優の矢崎茂さん。宮古晴美さんは2021年、この1泊5000円のホテルで暮らすようになった矢崎茂さんのもとに通い、半同棲状態なのだそうです。外から見たらまるで長年連れ添った熟年夫婦のようだったそうです。宮古晴美さんは2016年に出演のラジオ番組で東京の赤坂に自宅があると公言されており、現在は東京のご自宅と矢崎茂さんが宿泊する東北のホテルを行き来する2拠点生活をされていることがうかがえます。そんな宮古晴美さんと半同棲をしている矢崎茂さんですが、こちらも昭和を代表する名俳優さんです。2014年相棒シーズン13への出演を最後に俳優業を引退されておりますが、1983年おさらば坂に日が昇る、2003年夫婦漫才などの数々の舞台やテレビドラマに出演されています。様々な作品へ出演されてきましたが、その中でも特に有名なのが白鶴丸の CM です。この CM へ長きにわたり出演されていましたので覚えているという方が多いのではないでしょうか。そして気になるお金の面ですが、宮古晴美さんが現在どのようなお仕事をされているのかは不明ですが、特にお金の心配はないそうです。調べてみたところ、歌手時代の宮古晴美さんのレコード売り上げは約581億円で、前世紀の年収は軽く1億円はあったのではないかと言われています。印税について調べてみたところ、
現在では CD 価格の 1-3% が印税として入ってくるそうです。仮に印税が 1% だとすると約6億円、 3% なら約18億円の印税収入が入ってきたことになります。さらに宮古晴美さんの生涯公演数は2000回以上で、1回のギャラが約600万円と言われているので、単純に計算しても120億円です。税金などが引かれることを考慮しても相当な金額を稼いでいたことがうかがえますよね。この他にも東京にご自宅があり、高価なステージ衣装なども多数持っておられるとのことです。これらのことをトータル的に考慮すると、現在の宮古晴美さんの資産は少なくても数億円はあるのではないでしょうか。宮古晴美さんの年齢を考えると、働く必要がないくらい十分な資産があると言えますね。そんな宮古晴美さんは現在、北関東で喫茶店を営む親しい女性とゴルフや温泉を楽しんだり、車を運転して通い矢崎茂さんとの逢瀬の時間を大切にしているそうです。その潤沢な資産で悠々自適な毎日を過ごされているそうです。しかし宮古晴美さんは以前に1度目の引退宣言の後復活しているため、ファンからはまた復帰するのではといった声が上がっています。しかし最後にメディア出演をしたラジオの番組内のトークでは、復帰には消極的な話ぶりもしていました。2014年に発売した現時点での最新曲「冬の海峡」の曲紹介で、この歌でもういいかなと思うこともある、いい詩に出会えばいいけどなかなか巡り合わないと発言していました。コメントを見る限り、演歌に対する熱が冷めてしまったようにも見受けられます。この曲が宮古晴美さんの最後の曲になりそうな気もします。そしてご高齢であること、それに加えて現在歌の練習もしていないとのことですので、今後復帰する可能性は極めて低そうです。復帰の可能性が低いことは残念ですが、現在も愛する人と悠々自適な生活をしていることは一安心ですね。いつの日かまた晴美節を聞かせた歌声を聞きたいですが、宮古晴美さんは一度目の引退の時に発言した通りに、ようやく念願だった普通のおばさんになれたのかもしれません。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。